本日発表するプロジェクトは任天堂の岩田さんと今日ここで一緒に発表したいと考えていました。スマートフォンを使ったポケモンの新たなゲーム、ポケモン GO。 世界中の公園、ショッピングセンター、歩道、田舎町などに住むポケモンを捕まえることができます。みんなに外に出て新鮮な空気を吸い、新しい場所を発見するモチベーションを与えることがゴールです。ポケモン GO は世代を問わず遊ばれるゲームになってほしいと願ってますので、スマートフォンの画面を見続けなくても遊べるデバイスを任天堂さんと一緒に開発しました。これがポケモン GO プラスです。光とバイブレーションによってゲーム内でのイベントプレイヤーに伝えることができます。でポケモン GO を遊ぶ人がどんどん広がって、幅広い人に楽しんでもらえたらなと思います。